日本語コンテッペイ、日本語学習者の皆さんをいつもいつも応援するポッドキャスト。今日は恋愛話について。恋愛話、はい、皆さんこんにちは。日本語コンテッペイの時間ですね。元気ですか？僕は今日も元気ですよ。恋愛話、恋愛というのは誰かを好きになるということですね。好きになる、そして、好きになった人と付き合ったりすることがあります。付き合う、ね、デートをしたり、ね、まあいつか結婚するかもしれない、ね、まあそういうこと、それを恋愛と言います。恋愛、まあ恋愛する、付き合う、ね、でそれについての話ということです。例えば友達に、友達がその新しい彼女とか彼氏とかを作った時にその話をしますよね。うん、まあ僕はもう周りの人は、まあ、結婚した人が多いですよね。だからあんまりそういう話は聞かなくなりましたね。結婚してない友達はいるんですけど、まああんまりそういう話を聞かないですね。新しい彼女ができたっていう話はあまり聞かない。いるのかなもしかしたら新しい彼女、いや多分いないと思う。はい、皆さんはそういう話をしますか？たくさん、それともあまりしないですか？うん、まあ僕もね、昔はもちろん彼女がいましたよね。何人か付き合ったことがあります、ね、今奥さんの前に何人か付き合った彼女がいました。はい、長く付き合った彼女もいるし、まあ短い彼女もいますよね。長く付き合った彼女は6年ぐらい付き合いました。短い人は、まあ2週間ぐらいの人もいたかな。はい、いろいろな恋愛ですね。いろいろな恋愛、とてもまあいい、これ難しいですね。なぜかというと、いい恋愛って必ず終わるから、いい恋愛ってないんですよね。全部終わり方は悪いですよね。もちろん悪い終わり方をしてますね。ほとんど全て、最後は悪いんですよ。今の奥さんとはまだ別れてないので、まだ別れてないですよね。だからまだというか別れるつもりはないですけど、別れてないからいいんですけど、今までの恋愛というのはやっぱり別れるんですね。別れて終わる、ね、終わるんです。だから全部悪いんですよね。もちろん楽しいことはたくさんありました。だけど最後はいつも悪い、ね、それが、まあ、悲しいけど、まあ、それが恋愛ですね。はい、皆さんはどうですか？恋愛してますか？ウキウキしてますか？それとも、まあ、悪い思い出がありますか、ね、いいことも悪いこともある、ね、それが恋愛ですよね。それではまた皆さん、チャオチャオ、アスタルイゴ、またね、またね、またね。